人っていうのは自分に持っているもので誰かの喜びになりたいと思うわけです。付き合って1年半が経つ彼氏にもっとしっかり愛を伝えるためにはどうしたらいいでしょうか。ほうほう。彼は可愛い、愛してると伝えてくれたり、好きなご飯を作ってくれたりと楽しい日々を過ごさせてくれてます。私がうまくいかなくて泣いているとそんなに泣いたら悲しいとなぜか一緒に泣きながらも私の話を聞いて解決策を一緒に考えてくれるような優しい人です。はい。日々彼の愛をいっぱい受けていると感じるので、私も日々の好きを態度や言葉に伝えようとします。しかし好きを伝えても、ふーん、そうなのかというようにそっけなく返ってきます。さらに〇〇、質問者の方ね、彼の愛は伝わっていない、自分の方、まあ、彼のことね、が伝えていると断言されていました。なるほど。まあ、ちょっと競争があるのかな。よく男女関係で、大好きや。何を言ってるんだ、俺の方が大好きだ。何を言ってんだ、私の方が、ダーリーのこと愛してるんだから、俺の方が、みたいな、誰も絡んでこない、痴話喧嘩みたいなものがあるのに、ちょっと似てますよね。はい。今、多分、こう、我々の主流の高齢者のですね、視聴者の皆さんは、ケッてこう、ケッてなってるところかもしれませんけど、いい感じですよ。最近お互い都合がつかず会う頻度が減ったこともあり、より好きを伝えられなくなってしまいました。私に寂しい気持ちも増えてしまい、どうしたものかと悩む日々です。彼の好きを拒絶してしまう心理を教えていただきたいです。と。これはですね、どういうことかというと、もう否定的肯定法だと思いますよね。ん？そんなレベル？俺はもっと君のことを愛してるのにって言ってるわけですから、もっとダーリン最高よ、もうダーリンが生きがいなのってもっと言ってって要求されてるだけですよね。でね、まあ今日ちょっと若いそうなあなたですけれども、まあ究極の裏技を教えちゃおうかな。これね、一番どこが伝わるかっていうと営んでらっしゃる時に、気持ちいいっていう代わりに、ダーリン大好きよとか、嬉しいとか、幸せとか、ずっと一緒にいてね、みたいなことを、この気持ちいいっていう肉体的な感覚と、愛してるっていう言葉に変換するとですね、これはね、ご飯と海苔玉のように、まあ、順次的に言うと、ご飯と明太子のように、これが相性がいいのですよ。で、これを言われると、殿方も、僕はちゃんと君の喜びになってるかな？みたいな形で納得してくれると思いますから、そう。営みの時に恥ずかしがらずに、気持ちいいより大好きとか愛してるとか幸せとか、そういうね、ことを言っていただくとですね、超仲良しになれますよ。あ、みんなノートに書いといてね。はい。続きまして、たまちゃん。自分の周りの人たちが年を取って変わっていくことが怖くて悲しいです。何もできない、役に立ててない自分が嫌いです。自分が年を取っていくのも怖いです。年を取っていくことについて平さんはどう考えますか？また年を取っていくときにしてもらって嬉しいことは何ですか？教えていただけたら嬉しいです。と。これね、まずね、周りの人が年を取って変わっていくことが怖いと感じるのは実はですね、投影と言われるやつでしてね、あなたの年齢カテゴリーが13歳から17歳ですよね。で、この頃っていうのはね、子供からどんどんあなたが大人に変化していくんですね。で、この変化するときに、どう変化していくのかわからないというところから、実はですね、あなたが怖いと感じるのはですね、周りの人が年を取っていくことではなくて、実は、あなたが年を取っていくこと、そしてどんどん子供ではなくなってしまうんだなということを怖がっていらっしゃるようなんですけど、それはあなただけではなくてみんなそうなんですね。で、何もできない、役に立ててない自分が嫌ですっていうのは今じゃなくて、大人になって誰の役にも立てない自分であってはどうしようと思ってるんだけど、まあこれはですね、あなたの立派なところですね。なんかすごく人の役に立ちたいと思っていらっしゃるし、すごくこんなね、自分が誰か
カーを、まあ、サポートしたいと思っていらっしゃるわけですから、自分が年を取っていくのも怖いですというのは、これはもう本当に、ちゃんといろんなことができる大人にならなければっていうふうに思うんですけれども、ちょっと気づいてほしいんですけどね、パパやママっていうのはね、完璧に自信を持ってパパやママになったわけではほとんどないんだよね。それと同じようにね、大人になっていくに従って一つずつできないこともできていくようになります。年を取っていくっていうことはね、あなたが何歳になってもね、肉体的にはそうなんだけど、内面的にはね、そんなに年を取らないのね。私もね、周りからね、なぜかわからないんだけど、平さんってずっと中二でのままですよねっていうふうになぜか言われるんだよね。まあそれはこの年になってもおっぱいに興味があるとか、まあそういうことで言われるのかもしれませんけど、でね、年を取っていくということに関して、なんかね、完璧にならなきゃいけないとか、ちゃんとしなきゃいけないとか、人によってはね、お父さんやお母さんが大人は大変だなーっていうふうに見えているかもしれませんが、子供よりもね、大人になった方が楽しいこととか、はい、たくさんありますから、あなたにとってはね、あまりにもちゃんとしなきゃいけないなというふうに思わないことですよね。で、基本的にね、年を取っていくときに してもらって嬉しいことは何ですかっていうとね、頼られることとか甘えてこられることだと思うんですね。それどういうことかっていうと、オレオレ詐欺とかあるじゃないですか。あれはまさしくですね、おじいちゃんおばあちゃんは自分はもう何もできないけど誰かの役に立ちたいと思ってる時に、おばあちゃん助けてくれよ、おじいちゃん助けてくれよって孫に言われたら、どんなことでもしてあげたいと思うのね。私もですね、猫にチュールって言われたら、もう全部できるだけチュールをあげたいと思うのと同じように、それはね、お年寄りでも若いもん関係なくね、人っていうのは自分に持っているもので、誰かの喜びになりたいと思うわけですから、そういう風にしてあげるのが多分一番いいと思いますよ。こんにちは、今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは、今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのは、カウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度
来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。